顔を洗って出直してきた。出直してきた。相手が悪かったな。
顔を洗って出直してきた。出直してきた。相手が悪かったな。みんな行くわよ。
何かつ。
素敵だ。
Thank you.
みんな行くわよ。手直してきた。出直してきた。みんな行くわよ。
って出直してきた。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成した。
相手が悪かったな。相手が悪か。
相手が悪かったな。相手が悪かったな。
Thank you.
ない。
相手が悪かったな。私の通りだな。危険はないようだが、さっさと写真を撮っちまえよ。長居はしたくねえ雰囲気だ。うん。さてと、どこから撮ろうかな。ちょっと近すぎるわね。もっと下がらない。ちょっと近すぎるわね。もっと下がら。
それ。よしと、撮影。なら、すぐ町まで戻るぞ。長居は無用だからな。え、もう帰っちゃうの？ああ、そのつもりだ。何か問題でもあるか？別に問題ってわけじゃないけど、せっかくここまで来たのにすぐ帰っちゃうなんてもったいなくない？なんだよ、塔の探索でもしてんのか？お前がその気だったら俺も付き合ってやるぜ。ごめん、まずは写真の仕事を終わらせるの。ああ、よし。写真は撮れました。うん、ぶっあっと、そうだ、まずはカメラを。うん、じゃ行きましょうか。え、行くってどこに？もちろんオーブメント工房ですよ。観光クォーツを現像しなくちゃいけませんから。ああ、そういうことか。うん、それなら早速行きましょう。仕上がったぜ。うん、どうも。さて、写りはどうかな。うん、まあまあですかね。資料としては問題ないレベルです。ご覧になってみますか？この出来なら僕としても納得ですよ。これで仕事は完了だな。はい。いや、皆さんどうもお疲れ様でした。わざわざ紺碧の塔まで行かせちゃったりして。まあ確かに大変だったけど、でもこれも仕事のうちよ。気にしないでちょうだい。そう言ってもらえると幾分。そうだ、俺、どうぞ。今回の調査のために研究費で購入した備品です。危険な場所に行くときにはきっと役に立つと思いますよ。ありがとう。せっかくの申し出だし。すまねえな。いえいえ、大した品でもありません。では私はそろそろ失礼。今日はありがとう。そっちも頑張って。装置の調査いろいろ気になってるんだから。あ、そりゃまた大変な宿題。まあご期待に添えるよう。それでは。
無事に目的を達成、何か依頼を達成したら、相手が悪かったな。出直してきた。
出直してきた。 食材を。 これはすごい。 予想を上回る成果だな。 リストはもう完璧と言ってもいい出来になったよ。 いや、遊撃士諸君。 それほどでも。 じゃあ、依頼は達成ってことね。 ああ、期待以上だったから。 特別ボーナスを弾もう。 私の商売道具だが、皆で美味しく食べてくれ。こんなにもらっちゃ悪いわよ。いや、君たちの働きは十分それに見合うものだ。さあ、遠慮せずに。<笑>君たち、ではまた次に。
お疲れ様。何か依頼を達成したら。あれだけ黒焦げだったのよくここまで戻せたもんだ。建物が新しくなったくらいで、あとは元のまんまかも。よかった、本当に。エステルさん、テレサ先生、そうだったのね。いらっしゃい。よく来てくれました。それとあなたはアガットさん。ああ、ご無沙汰してるぜ。以前クラムの件でお世話になって以来ですね。お久しぶりです。あの時はお世話になりました。いや、いいんだ。それよりも今まで挨拶もなして申し訳ねえ。人員再建、本当におめでとうございます。前のまんまだから驚いちゃった。マノリアや業者の方々のご厚意でそうしていただきました。やっぱりこの雰囲気がマーシア孤児院だと思いますから。うん、本当にそうですね。あの子たちは中にいるんですか。ちょうど今
マノリア村にお勉強に行ってるところなんです。週に一度巡回神父の方が来て日曜学校が開かれるので。そうなんだ、どうしよう。挨拶のついでにあの子たちから話を聞こうと思ったんだけど。話、ひょっとしてポーリーが見た白いおじちゃんのことかしら。あ、多分それです。そっか、目撃者はポーリーちゃんだったんだ。確かにあの子妙に勘が鋭かったし。あの子たちが帰ってくるまでどうぞ中でお待ちになって、お茶とお菓子をご馳走しますから。あ、ありがとう。なんだ、どうした。テレサ先生、ヨシアのこと聞かないんですね。クローゼから聞かせてもらいました。あの子があまりにも悩むから相談に乗ってあげる形で。エステルさん、いろいろと大変でしたね。嫌だな、先生みたいな人に慰められたら我慢できなくなっちゃう。我慢する必要なんてありません。大切な人が自分のそばからいなくなってしまったのだから。あ、何も言わないで。あなたのお母様の代わりにはならないでしょうけれど、しばらくこのまま抱きしめさせてくださいね。恥ずかしいな、せっかく声優劇士になった姿を見てもらうつもりだったのに。そういえば声優劇士になったんですね。おめでとう、エステルさん。いや、本当まだまだ新米だけど。そういえば先生、さっきクローゼが悩んでたって言ってませんでした？ええ、エステルさんとヨシアさんのことでね。大切な人たちが苦しんでいるのに力になることができない、それは多分あの子にとって一番辛いことなのでしょう。大切な人。申し訳ないけど、なんだかちょっと嬉しいかも。早くクローゼにも会わなくちゃ。確か今学園は試験期間ですから中に入れないかもしれませんが、もうすぐ終わりのはずですし、すぐに会えると思いますよ。うん、わかりました。それにしてもあの子たち遅いですね。日曜学校の授業ってそんなに長くないはずですよね。ひょっとしたら授業が終わった後村で遊んでいるのかもしれませんね。新しく来られた巡回神父の方が子供好きでいらっしゃるそうですから。新しく来た巡回神父、あれ、なんか引っかかるような。だったらマノリア村に様子を確かめに行ってみるか。ついでにガキどもをここに送ってくりゃいい。あ、それもそっか。あら、いいんですか？気にしないでください。おいしいお茶とお菓子のお礼です。それと慰めてもらった礼もしなくちゃならねえしな。もうわかりました。それではお願いしますね。しかし、あの院長先生は相変わらずのおっかさんだったな。女王もそうだったが、ああいう人には頭が上がらないぜ。アガットでもそんな風に思うことがあるんだ。
うん、私のお母さんともちょっと雰囲気が似ているかな。そうか、おっさんの確か10年前の戦争で亡くなったって言ってたな。どうしたのアガット。いや、なんていう、女は強えと思ってな。何それ。あまり突っ込むな。ほら、とっととマノリアにガキどもを迎えに行っちまうぞ。マノリアか。寄付金強奪の事件以来だな。相変わらずのんびりした村だぜ。そこがいいんじゃない。アガットの故郷のラベンヌ村ものんびりしててよかったわよ。そういうもんかね。とりあえず日曜学校は村のどこかでやってるらしい。様子を確かめに行くとするか。うん、オッケー。してるのかしら。中を覗いてみたらどうだ。もう終わってて張り紙を取り忘れた可能性もあるだろう。うん、覗いてみるね。どれどれ。あれ、あの人。同情することはありませんよ。まったくティーヤ様は人がいいんだから。正直なところ、ガストン公爵がこのまま黙って引き下がるとはどうしても思えないペドロでした。それに不気味な仮面の人形師ハーレクイーンの動向も気になります。互いに面識があるようでしたが、師匠のカプリは言葉を濁して何も教えてくれませんでした。いずれにせよ、近いうちにもう一波乱あるに違いありません。ペドロは青騎士の改造を決意しました。もうペドロ様った、ちょっと拗ねたような口調にペドロは我に返りました。お茶が冷めてしまいますよ。青空を映した涼やかな瞳が大丈夫と安心させるようにいたずらっぽく輝いています。照れくさくなったペドロはぬるまった紅茶で喉を潤しました。人形の騎士終わり。クラムったら。
ここで終わるのがいいんじゃない。そしてペドロとティーヤ姫はいずれ結婚して幸せに暮らすのよ。はあ、ロマンチックね。うんうん、やっぱり二人には結婚して幸せになってもらわないと。僕なんだか先生のお茶が飲みたいな。さすがに人形の騎士全22巻の一気読みはきついわ。ほれ、これでええやろ。今日の授業はおしまいやで。ブーブー。ケビン先生、お疲れ様。ふぅ、かなわんな。そこの人、授業は終わりやからもう入ってきてもええで。気づかれちゃったか。失礼します。え、エステルさん、みんな久しぶりね。元気にしてた？なんだよ、遊びに来たのかよ。久しぶりね。おお、エステルちゃん、俺のこと覚えとってくれたか。そりゃあもちろん。しかし本当にその格好で神父なんかやってたのね。どういう意味やねん。しかしこんなところでまた会えるなんてな。これはひょっとして運命の再会ってやつかもな。そうでしたか。神父様とエステルさんはお知り合いだったんですね。世間は狭いですね。いやー、ほんまそうですわ。それにしても俺までお昼をごちそうになってしもて、えらいすみませんでしたわ。いえいえ、ついでですし、子供たちに勉強を教えてもらっていただいているお礼ですわ。なあ、エステル姉ちゃん、ヨシオ兄ちゃんがいないけど、今日は一緒じゃないのかよ。用事があって一緒に来られなかったのよ。そうなんだ、しょぼん。ヨシオ兄ちゃんにも孤児院が元通りになったとこ。ほんと、お姫様の格好また見たかったの。それはともかく、ずいぶん長い日曜学校だったわね。最後に何か読んでたみたいだけど、あれって小説か何かなの？へへん、人形の騎士っていうんだ。人形使いの戦いをテーマにしたバリッバリのアクション活劇だぜ。うん、違うわよ。身分違いの恋をテーマにしたラブロマンスじゃないの。リベールに来るときに持ってきたジュブナイル小説なんやけどな。
ちょっとずつ読んで聞かせようと思っとったのに、いきなり全巻読んでしもたわ。ノリがいいのがあだになったわね。本当にお疲れ様でした。神父様はこれからルーアンにお戻りになるの？ええ、まあそうですね。他にもマール村があるから、すぐに飛行船に飛び乗ることになるとは思いますけど。そやエステルちゃんはどうしてルーアン地方におるん？やっぱ遊撃士のお仕事でか？うん、まあいろいろあってね。そうだ、私たち聞きたいことがあって孤児院に来たんだけど。ポーリーが見たという白いおじちゃんの話ですね。ああ、その話か。お、ポーリーがどうしたの？ポーリーちゃんに聞きたいことがあるんだけど、白いおじちゃんのこと詳しく教えてもらえないかな？白いおじちゃんは白いおじちゃんなの。くるくる回っていてとっても楽しそうだったの。困ったわね。私から説明させてもらいますね。あれは4日前くらいかな。この子、夕食の後外に出てぼーっとしてたんです。そしたら空に白い男の人が浮かんでいるのを見たらしくて。そうなの。嬉しそうに飛び跳ねながらお空でくるくる踊ってたので、ポーリーが話しかけたらペコリとお辞儀をして飛び去っていっちゃったの。絶対寝ぼけてただけだって。だって幽霊にしちゃ全然怖くないじゃん、そんなの。私も最初そう思ったんですが、ダニエルも見ていたらしくて。ね、ダニエル。うん、僕はちょっとだけど、白い変な影が東の方にビューンって飛んでいったんだ。目撃者が2人ってことは信憑性が高そうだな。しかし声をかけたらお辞儀したときやがったか。その白いおっさんってやつ、どんな顔してたかわかるか？お顔は知らないの。だっておじちゃん変なマスクをつけてたんだもん。マスク？そりゃまた決定な幽霊もいたもんだ。あのなあポーリー、そういうことはちゃんと言えよ。初めて聞いたぞオイラ。だって誰にも聞かれなかったんだもん。まあマスクのことはともかく、夢ではないようでしたので、念のため遊撃士協会にお知らせした次第なんです。それ以来注意はしましたけど、再び現れる様子はないようです。大体わかった。いろいろと参考になったぜ。さん、アガットさん、ルーアン地方にいる間、よかったらまたいらしてね。神父様も授業があった時はぜひまたお寄りください。うん、そうさせてもらうね。いや、機会があったらまた寄らせてもらいますわ。ケビン兄ちゃん、またな。それからエステル姉ちゃん、今度はヨシオ兄ちゃんと一緒に来てくれよな。あ、うん、いつになるかわからないけど絶対に一緒に遊びに来るからね。いやー、ほんま元気なガキどもやった。しかし院長先生の人徳かな。どいつも気持ちのいいほどまっすぐな性格しとったわ。そりゃテレサ先生だもん。本当はもう一人子供たちの面倒を見てる子がいるんだけど、学校が試験期間とかで今日は来ていないみたい。そや俺はこれからルーアンに戻るけど、あんたらはどうする？一緒に町まで行くとするか？そうだな、こっち方面での聞き込みも終わったし、旅は道連れと行くとしようや。
まりね。ルーアンに向けてレッツゴが悪かったな。出直してきた。
やっ、まだまだいけるわ。顔を洗って出直してきた。